こんにちは。こんにちは。キュアレアシスタントのミレイです。今回はこちらの足枕の使い方について伺います。よろしくお願いします。はい。足枕なんですが、どうですか、足枕って。足枕。はい。足に置く枕。そうです、もうその通り。はい。あんまり、ね、普段の生活では馴染みないですよね、足枕って。はい、どんなイメージありますか、足に引く枕って。なんか、こう、横に寝た時に足を高く上げるとか、そういうイメージだったんですけど、うんうん、ちょっと違いそうな感じも。はい、あ、でも一つあります、それ。あ、ありますか。はい。結構、足むくんでいる方は、心臓よりも、はい、足の位置を高くすると流れていくから、はい、いいよなんていう話は、はい、結構昔から言われたりしていて、やってる方も多いと思うんですけど、はい、まあ、それも一つ要素としては全くないわけではないんですが、はい、これもあと枕の座枕と同じで整体アイテムの一つなんですね、はいはい、でちょっと見えますかね、こんな感じで大きくして、こうやって折れる形になるんですよ。でここから見ていただくと結構厚さもある、はいはい、うん、ここが足が乗っかってきて、はい、でここがふくらはぎが乗るイメージなんですね、うん、はい、でここがちょっとカーブになっていて、はいはい、でこうなだらかに足が上がるような、うん、はい、形で、まあ、意識して作っております、はいはい、でちょっとこれ上から触ってみてください。こうやって押してみてもらって、硬さがすごい、結構しっかり硬いです。そこそこがありますよね、はいはい、それに対してこっちもちょっと押してみて、ん？より硬くないですか？はい、硬い、はい、そうやって意味で言うとこっちの方が柔らかいですよね。そうですね、そうなんですよ、硬いけどこっちの方が柔らかいです、はい、結構な硬さもあって、はい、でガッチガチに硬いわけではないですね、はい、はい、でかかとはこれぐらいの硬さをしっかりキープしてあげるような、うん、なんだろう、しっかりとかかとの状態をホールドしてあげるような構造が良かったんですよ、はい、なのでこの硬さになってます。うん、ただ同じような硬さでふくらはぎをホールドサポートしてしまうと、はい、かえって体が緊張してしまうっていうのが結果として見えてきたので、はい、こっちは柔らかくした、うん、はい、かかとが硬くてふくらはぎが柔らかい状態で、うん、支えてあげるっていうのが実は大事だったっていうのが、はい、いろんな臨床形態しながら臨床上の、まあ、結果だったんですね、はい、でかかとがこう出ちゃうと、はい、空間になるじゃないですか、うん、こういうかかとがフリーな状態も実は良くないと、うん、はい、なんでしょうね、かかとが何もない状態で寝てると、うん、緊張するんですかね。緊張する、はい、見えない範囲でこわばっちゃって、はいはい、かえって疲れが取れなさそうな感じだったんですよ、はい、やっぱりある程度の硬さで、うん、これが柔らかすぎてもダメで、うん、はい、適切な硬さっていうのが、はい、そんなイメージです、はいはい、で、かかと硬くふくらはぎが柔らかいっていうのがまず硬さとして大事で、はい、あとはこれがですね4センチの厚さがあるので、はい、いわゆる4センチ分高くして眠る形になるわけなんですけども、はい、これがかえって今度高すぎると、うん、股関節の状態がまた不安定になってしまって、はい、良くない、うん、今度低すぎるとまだベストではないという感じで、うん、いろんなこうテストを重ねた結果の厚さが4センチだったんですね、うん、でいろんなこう型といろんなこのサンプルで、はい、いろいろやってた結果、まあ、できたのがこのサイズで、はい、特徴で言ってるのは硬さと高さがかなり、うん、こだわって作ってある、はい、足用の枕になるイメージです、ね、はい、そうなんですね、そうなんですね、研究されているっていうことですね。そうですね、うん、はい、もともと土台がね治療に整体院なんで、うん、いらっしゃるお客様の体の状態の、うん、見えない範囲の緊張、体のこわばりっていうのを見ながら、はい、高さの調整でどれがベストかなっていうのを見ていきながら、うん、チェックしていったと思うので、はい、これを使って今治療院の現場で施術している先生方が非常に大変なんですよ。そうすると要は施術をこれができるので、はい、時短になる施術の代わりしてくれるみたいな、はいはいはい、形になったりしてますね。
で、この場ではちょっとねお話ししづらいんですけども、はい、高さがこうしっかり出てくることによって、はい、さっきもちょっと股関節のお話ししましたけど、はい、股関節がちょっと、膝が上がってくるので軽くこう屈曲した状態が作れるんですね。本当に緩やかな屈曲なんですけども、はい、これが実は一番股関節には負担のない形状だったっていうふうにも後々分かってきまして、はい、逆にフラットな状態で寝てると、うん、反り腰気味な状態で骨格上は反った状態になっちゃうので、反った状態で寝るってなんか しんどそうじゃないですか。そうですね、苦しいです、ね、うん、軽くね、屈曲した状態、丸くお尻をちょっと、うん、引いた状態にしてあげた方が、うん、実は体は休まる状態だったっていうので、はい、実は足回りだけじゃなくて股関節もちゃんと安定できるっていうのは、実は、はい、結果としては出てたと思いますね。しっかり考えられているんですね。そうなんですよ、結構考えているので、うん、しかもこの硬さを出すためにこだわっているのが中材なんですよ、はい、うん、こういう釣り糸みたいな ね、はい、ものが入っているんですけども、はい、これ分かりやすく色分けしているんですが、実はですね、二層構造でなっていて、うん、はい、これサンプルなんで分かりやすくなってますけど、はい、うん、片面が硬くて、椅子を触ってみて、片面が硬くて、片面が、ね、はい、柔らかい素材。ああ、全然違います。違いますよね。はい、はい、うん。で、これあえてこうしたのは、実は理由があって、布団の上とか、はい、使われる 用途ってある程度限られますけど、床の上やソファ、ベッドの上とか、いろんな硬さが違う場所で 寝られることが想定されるので、はい、下側と上側で、硬さを変えることによって、下側はマットレスとか、布団による障害をここで干渉して、うん、上の部分で体を支えるっていう特徴にしていて、うん、はい、どのような状況で寝てもらっても対応できるようにしたっていうのが、はい、実はポイントだったりします、うん、結構質問でね、布団の上でもいいんですかとか、はい、床の上でもいいんですかみたいな質問あるんですけど、はい、大体どういう状況でも大丈夫なんですね、はい、下が干渉してくれるので大丈夫ですよ、はい、っていう感じ、はい、はい、便利ですね、うん、使いやすいと思います。折りたたみますからね、はい、そうですね、持ち運びも持ち運びもました。で結構特許技術も持っているほど、同じような素材でもいろんな技術のメーカーさんがあって、はい、ここがちぎれやすいとか、うん、こうやって折り曲げるだけで、うん、ほつれてきちゃうような中材なんかを使われているものもあるんですけど、はい、うちはそういったところをクリアしているメーカーさんと組んでいるので、うん、こうやって折り曲げても全然ほつれてこないので、はい、ある程度まあ、言い方ですけど乱暴に扱っちゃったとしても、はい、崩れることがない、はい、安心して使ってもらえるので、はい、普通にもう3年5年は、はいはい、使ってもらえます、はい、1回購入したらまた使えるかなと、はい、はい、はい、ありがとうございます。すごい分かりやすくて、はい、良かったです、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。